あ取材シリーズ番外編、第5弾、リスナーさんがリスナーさんの車をカメラ動きすぎね、取材体験ということでね、5弾目です、次はね近いメンバーさんだったらね、バチってやってくると思うんで、まあここは出てきてもらいましょう。リキ君、リキ君、リキ君、何でやってたの言いましたね。じゃあリッキー君に今回はこうね、散らかし系 YouTuber の出たP のね、ポンコツから中古のベンツね、をね、取材してもらおうかな、取材体験してもらおうね、ということでやってみましょう。 OK、 お、あれ、お、あれ、さあ始まりました。お、始まりました、今回の愛車紹介はベンツ S550。お、どうせおかしいですか。ではオーナーさんに登場してもらいましょう。オーナーさんどうぞ。近い近い。ああ、すみません。あ、どうもこんにちは、いつも見てます。あ、有名な方で。はい。今回のベンツ。まず。まずなんだよ。まずなんだよ。え、ワンコアンドなんだよ。片押しベンツ。え、片押しやぞ片押し。もうかんないな。いいなと思って。片押しだもんね。フリーでね、ミーはね、そりゃこれ、バッチですね。バッチバッチで触らんといてベンツで1のエンブレムがついてるやつ、ね、よく気づいたね。そっちがいいの。いや、ベンツはそっちの方がイメージがあるっていうのがする。なんか俺ディスられたおっと、他はこれ、フルバンです。フルバン、フルバンパー。はい、どこ見ましょう。バルド。お、そう、バルドのブラックバイソン。これ結構、お、でかい。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 それはね、車がでかいでバンパーがでかいね。どういう意味？でかい。思ったよりその。かさ増ししてるの、はい、そうでもないんだよ。そうでもないんだよ。あ、ちょこちょこって1センチぐらいかな。1センチぐらいかな。横から見た時と結構差があるかなっていうのは。だってサイドブラックバイソンじゃないの。普通のバルドタイプなの。どう、そう、顔え、でしょ。どう、俺のベンツ突っ込みやすいはずなんだけどな。めっちゃ詳しくない。ご一緒詳しくなくてもね、やらなきゃいけないんだよ。そんなこと言い訳にならないんだよ。これインナーブラックとかにしないんですか。しない。だって焼けてんじゃない。したらいや、でも白にインナーブラックだったらありかなっていうのは。だって想像してみてよ、ちょっと変じゃない。いや、うーそ、ありそうなの。結構おしゃれに見えますね。そう、どうなんだろう、わかんない。ちょっとやってみますか。やらない。リッキー、はい、感想言ってみて。感想ですか。難しい。なんだよ。はい、カットじゃあ、石井さん、お願いします。はい、はい、え、僕っすか。石井さん、違う、なんか、はい、最後に。あ、いや、難しいよね。難しい、ほんと難しいんだけどさ、まだあったよ、いろんなことが。まだあります。うん、俺でもこれ3回やったからね。なんか覚えてんだよね、頭の中で。偉そうに言ってますけど、シッ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 。え、どうしました。いや、僕一人ごとですよ。あ、ですか。はい、大丈夫です。もうそっち入っちゃってるんで。ね、あとね、まあこれね、グリルも違うしね。え、こう、後期仕様だから。そう、塩を当てらなくても別にいいんですけどね。僕塩だから、ね。うん、パチモンだもん。で、なんかそっぱり言ってるらしいよ、なんか変、この辺も。この辺言ってますか。うん、なんかこの辺言ってるらしいもんで。まあ、まあ、まあ、そんな感じっすわ。うん、まあ、難しいってことは
よく分かったと思いますね。このリスナー体験いいですね。いいですよ本当に。本当だからね、ちょっとこうこっちの見てる側じゃなくて、やってる側になってみて、何気なく喋ってるようで、そうやったらどうなのかっていう、うん、ちょっと面白いかな。だってこれでも5分喋ってますよ。本当ですよ、うん、5分の中でいかに喋るかだよ、うん、喋るかな。分かったリッキーくん。はい。ということで、じゃあ第5弾はね、ここら辺で終わりかな。じゃあ6弾目7弾目あるかなね。今度取材の時僕がカメラ持ってたらあなたは出番ですということでこの辺でさよなら。